はい、皆さんこんばんは。ちょっと、お待たせして、申し訳ないんですけれども、こちらのですね、アンビシャスというですね、ユニットのライブの撮影を初めて、やってみましたということでですね、この間のライブに、僕は行けなかったんですけど、ちょっと、知人のですね、二階堂っていうものに代わりにちょっとカメラ預けてですね、行ってもらって、ライブの写真を撮ってきてもらったんですけれども、まあ一応その写真ですね、整理した上でですね、まあ作例紹介ということで今回ちょっとバタバタ出していきたいなと思います。で、今回のライブですね、ちょっとチャレンジというか、そういったのでですね、このレンズを使ったんですよね、200mm、600mm の、超望遠ズームということで、でサブのカメラで一応このレンズをつけて24-70mm から 70mm ですね、標準のレンズですね、これを使って2通り使って写真を撮ってきましたよということで、でこのライブの、ゲストがですね、絶対に可愛いの領域という、グループの、方とですね、佐藤光大さんでいいんですかね、が、ゲストに来られて最初にちょっと歌を披露してということで、その後に最後アンビシャスのライブという感じでしたね。で一応写真がですね、一応二階堂ですね、彼やっぱり動物園の写真が好きなんですけど、動物園に行って写真撮るのが好きらしくてですね、動物園行っても寝てばっかりいる動物とかいるじゃないですか、そういう動物ばっかりを撮ってですね、動き物は全然撮らないような人なんで、ちょっと心配はしてたんですよね。本当にこういったらアクティブなライブ撮影ができるのかというようなところが心配だったんですけれども、まあちょっと案の定そういう部分も出ちゃったなということで、まあ一応ね、僕写真選んだんで、作例紹介パタパタとやっていきたいなと思います。ライブの撮影、こんな写真が撮れますよということですね。はい、ということで一応ですね、一番最初に絶対に可愛いの領域の皆さん、が歌ってですね、その写真なんですけど、ほぼ全部ダメです。全部ブレてますね。まあさすが二階堂っていうような形なんですけど、ちょっとねこれ話聞いたところですね、一応彼はですね、写真と動画をカメラ2台ともですね切り替えながらこう撮る予定だったらしいんですよね。でいきなり最初動画撮って、その後写真に切り替えて撮ったということで、でカメラで動画撮るときってシャッタースピード100分の1とか、まあそれぐらいなんですよね。でその後カメラの写真に切り替えて、ダイヤルですね、ここカチカチと写真のモードに切り替えて、写真を撮ってたんですけれども、その動画のシャッタースピードのままですね、100分の125だったかな、その設定のまま連写してたというような形で、当然もう125ってもう流し撮りの領域ですから、モータースポーツだと当然ね、飛び跳ねたりしてる人をですね綺麗にブレずに撮ることなんてできないんですよね。そんなことですので、一応ですね、もう、こんな感じで、ブレてますよね。カメラ目線はいただいたんですけれども、これも、ブレててですね、完全にボツです。ボツの写真、もうほとんどこういう写真で、パラパラと見たらですね、たまたまこうピントが合ってる写真もあったので、これなんか一番最初ですね、多分全くほぼ動いてない時なので、まあ動いてなくてもブレるんですよね、125分の1って。だからこの時は、たまたまあったというような形で、雰囲気出てますよね、ちょっと薄暗い照明で、でその他もピントこうやってあって何枚か、まあまあまあっていう写真がありましたよということなんですけど、まあ、ただこれあれ上2階から撮ってるんですよね、この写真ね。だからね、この2階から撮るのはちょっと写真はダメだなということで、多分このあと下に降りたんでしょうね。うん、2階で撮ってるとやっぱりその歌ってる人の目線が下のお客さんなので、だから本当に上からただ見下ろした写真になっちゃってるんで、まあ、これで1階に降りたというような形なんですけど、まあ、1階に降りたら降りたで、まあ、一番後ろから
超望遠ズームですからね。これはもう一番後ろから撮って、まあやったんで、当然お客さんの頭がですね、そういうのが映り込んで、なかなか難しかった、みたいですね、これは。はい、ということで、ちょっとすいません、絶対に可愛いの領域の皆さんの写真がですね、もう絶対にブレてる写真、ブレてる領域、絶対にブレてる領域の写真になってしまったんで、ちょっとこれは大変申し訳ないなということで、本当に出せるものが、全くないということでしたね。もうこれね、仕事で行ってたらもうアウトですね。はい、ということで、であとはですね、まあ、佐藤光大さんですね。これまあ全体的にこの黄色い照明で、歌ってたような形で、すごくいい声でですね、びっくりしましたね。でなんかラジオとかもやっててちょっと聞いてみたりしたんですけど、すごくね聞きやすい声で、歌も聞きやすくていい曲でいいなと思いましたね。でこうやってメインでこうアンビシャスのライブに行くっていう目的で行ってる中で、こうやって別なゲストが来て、別なジャンルの歌を歌うっていうのはすごいいいものだなと思いましたね。全然違うジャンルの歌が聴けるんで、まあ雰囲気が全然違いますからね。これはなんかこう一つのライブに行ってこう3種類の楽しみがあるっていうような形でしたね。今回のゲストお二方来られてたんで、2グループ。はい、ということでちょっと光大さんはちょっと写真1枚、だけ紹介して、まああと大体みんなこんな感じの写真だったんで、はい。ということで、あとは、メインの、アンビシャスの写真でございます。で、これですね、で今回ですね、まあ望遠、超望遠ズームを生かした写真というのがですね、よくてですね、よくてというかでですね、これやっぱりもう表情を撮れる、レンズだからね、もう寄ってひたすら顔をドアップでですね、いい表情が撮れるんじゃないかということでですね、撮ってきたらしいんですけど、まあ結構ね、やっぱりでも撮れてますね、意外と撮れてて、これなんかね、リサさんの笑顔というかですね、なんか会場に向かってこうやってるところが撮れたりですね、まあくるみさんもこれはいいですね、いい表情が撮れててですね、やっぱりこの色、屋内のライブっていろんなこのスポットライトの光とかがいろんな色があるの でここは本当にでスポットライトも移動しますよね、移動するから、だから突然暗くなったりとか、そういうのがある中で、まあそれなりにピントが合ってる写真が、多いなという印象ですね。だからそこはさすがソニーの α1 ということで、フラグシップ機というくくりグループですね。だこんなに暗くてもですね、もう顔半分がもう影で真っ暗な状況でもピントがしっかり、顔に合ってるっていうような状況ですんで、素晴らしいですね、性能が素晴らしいですね。僕のというかですね、彼の技量よりもですね、技量は大したことないんですけど、カメラの性能がとにかく素晴らしいというような形ですね。もうこんな感じでですね、いろいろパラパラと、本当にピントが どれも合ってるような写真が多いので、でこれだけ暗かったらですね、本当にまあ、今このカメラフルサイズのセンサーなんですけれども、まあ、APS-C のカメラだったらこれだけ暗いと絶対撮れてないですね、ほとんど。その APS-C、 僕のカメラね、 APS-C のカメラも、まあ、一眼レフなんですけど、そのミラーレス一眼じゃないやつですね、それで撮ってた時期は、まあ、一昨年までそのカメラずっと使ってたんですけど、 EOS7D ですね、そのカメラですね、なんか屋外のもう雨降りそうな曇り空ですね、その時そのぐらい明るいのに全然ブレるんですよね、ブレてもうノイズも多くなるし、そういう状況なので、やっぱそこはやっぱり暗いところってもう圧倒的にフルサイズのセンサーのカメラが一番というか、もうガツッと差が出ますね、そこで性能の、まあ、値段がね全然違うっていうのはあるので、完全に差が出たなというような、フルサイズセンサーの性能を生かした写真が撮れてるなというような形ですね。
でこれは今回ねやっぱり写真をパラパラと見てみたんですけど、まあたまたまだとは思うんですけどね、ももかさんの写真がすごく一番いいのが多くて何枚かあって、で目もね照明当たって反射して輝いてるっていうのが、まあこれライブ写真のなんかすごいいいところだなと思って、屋内のこの照明が当たるところで写真撮るっていうのはですね、すごく素敵な、表情が撮れたんじゃないかなと思いますね、はいはい、いやいいですね。ちょっとね本当にモトクロスの写真ばっかり見てきたので、ちょっとねかなり新鮮な今気持ちになって見てるんですけど、写真をすごいですね。これだけレミカさんもね完全に暗い、ほとんど照明当たってないんですけど、カメラはしっかりピントを捉えてて押さえててですね、ピント合ってるような状況ですね。はい、すごいですね。赤と青の光が混ざってちょっと青紫っぽく、まあちょっとねホラー系な写真にはなってしまった、見方によってはですね、そういう感じにも見えるんですけど、でも十分ライブの雰囲気というかですね、そのライブの明るさ、目で見たまんまの明るさに設定してますんで、これはいいですね。でこれはリサさん の, あのダンスのこうアクティブなダンスの途中ですね。ちょうど Y の字にこう手を広げて、で後ろの人もみんなして同じポーズして、なんかちょっと遠近感がこう前の人と後ろの人の遠近感がですね、出て、なおかつこう上向いて、ぴったり顔にピントが合ってるっていうところが、これはいい写真かなと思いますね。なんかあれですね、こうちょっと時代が分かっちゃうんですけど、昔で言うあの竹藤ダンサーズの竹藤の CM の最後の決めポーズみたいな感じですよね。みんなで顔を上見上げてっていう、あの瞬間を思い浮かべるようなちょっとね素敵な、写真になりましたね。はい、ということでそんな感じでパラパラと、すごくいい表情が撮れたんじゃないかなと。暗い中でもですね、暗い中でもピントをしっかり合わせて、写真が撮れましたというようなことですね。はい、あもう一個フォルダありましたか。はい、この辺もちょっとですねパラパラ と,、スライドショーで流していきますね。これ最初の頃です、登場の瞬間ですね。あの2階席というか2階のステージに皆さん、登場したというような形で、この時も最初は薄暗かったんですけど、ちゃんとしっかり捉えてますよというような形ですね。でやっぱりももかさんの写真がもうヒットしたということで、これはちょっと上を歌って、ポーズ踊りながら、ですね、上を見上げて、そこにちょうどスポットライトが当たって綺麗に反射して瞳が綺麗に見える写真ですね。はい、これはもう素敵です。で、これがですね、これ一番暗い写真だったんですよ、今回入ってた写真の中で。ほとんど多分これ、多分豆電球ぐらいの明るさなんですかね。そんな中でも、まあ、かなりノイズは多いんですけど、ピントしっかり合ってるんですよ、これ皆さんに。これはもう性能を感じましたね、このカメラのね。あとこれだ、まあ、ちょっと一点難点があってですね、今回のライブでですね、青色の LED 照明あったんですけど、それがですね、なぜかちょっとそのフリッカーって言って、この なんか光がこうな波打つっていうような、そういう現象がどうもですね改善できなくて、普通シャッタースピードいろいろ蛍光灯とかであれば周波数 50Hz とか 60Hz あるので、それに合わせて調整すればいろいろそれは解消できるんですけど、この、ね、LED 照明っていうのがですね、どうもやっぱり周波数って結構いろいろ種類があるみたいで、まあその辺の関係なのかちょっとわかんないんですけど、ただそのシャッタースピードどれだけ変えてもこのねフリッカーが消えなかったんですよね。だからこれなんでかなって思って、でこれオートバイのですね、バイクのナイターのイベント、ミニバイ、パニックだったかな、そういったイベントでもあったんで、ここにねパラパラとスライドショーを流しておくんですけど、そこでも会場でもですね、特定の LED だけがですねちょっとちらつきがどうしても改善できなくて、今こんな感じで連写してたらもう暗い時と明るい時ってまばらになってるっていうような、状況だったんですよね。でこの時もただ角度によってなのか、まあ、ちょっとわかんないんですけど、なんないときは全くなんないんですよ。
ってなるときはあのシャッタースピードいくらにしても全然改善されなくて、もうあのチラ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 点滅するっていうような状況だったんですよね。ちょっとこれはもう改善しなきゃいけない、なんか原因をですね突き止めて改善しなきゃいけないなという感じですね。せっかくこうリサさんのですねすごく雰囲気ある、瞬間ですよね、この、表情なんですけど、この肌色のところとこの、 あの青いところがしましまになっちゃってるので、これはちょっと写真としてはボツですね。まあスナップ写真としてはもう見れるものにはなってるんですけど、そうですね。でたまたまレミッカさんの写真は、あでもこれ若干なってますね、やっぱりしましま肌色の部分と青色部分ですね、なってるっていうのがありますね。はい、でミクさんカメラ目線ありがとうございます。意外とですね、あのモトクロスの時のカメラ目線よりもですね、あのライブの時カメラ目線もらった時の方が嬉しさがちょっと違いますね。で実際にそのカメラ目線もらった時の写真ってすごくいい写真になることが多いですね、これをパラパラっと見てると。だからね、今後もともちょっとカメラ目線いただけるように、あのまあ2回動画はちょっとあれですね、もう今度僕が行ってもっといい写真も撮らないとダメですねあの僕ずっとモトクロスというですね動き物を撮ってきてますから、こんなねもうライブで人が動く程度のねものじゃね、ブレないです、絶対ねいい写真撮れますからということで、もう二階堂はですね、ただね、なんか SNS でね、二階堂人気なんですよね、いいねとかたくさんもらってね、だからね、ちょっと調子に乗ってるんですよ、彼もね、だからもう YouTube もう出さないかなと思ってるんですけど、ただね、数字取れるならちょっとね、まあ出てもらってもいいのかなっていう気はしますけどね、まあそれはちょっと考えます、はい。ということで皆さんのですね、あのご要望とかもあると思うんで、その辺ちょっとねアンケート取ったりそういうのやったりですね、二階堂に来てほしい、ライブ取りに行ってほしいという要望があれば、もうそれ仕方なくも二階堂に行ってもらいますんで、まあ僕はちょっとねモトクロスの方の撮影でねこれからちょっと忙しくなるっていうのはあるので、まあそれはちょっと二階堂がどうしても行ってほしいっていう人がいればですね、あの二階堂に行ってもらったりっていうことも考えます、それはね。はい、ということで一応こんな形でですね、はい、一応アンビシャスのライブ、まあ観戦も兼ねてというか初のライブ観戦なので人生で、だからその観戦も兼ねて、まあ初の観戦プラス初の撮影ということで、まあ行ってきたんですけれども、まあびっくりですね、本当にこのモーライの、あのオフロードバイクのイベント、モトクロスのイベントに来て、くれた3人が同一人物なのかっていうのはすごくね、怪しかったですね、本当にこれなんかドッキリやってんじゃないかなっていうぐらい の、 あの別人でしたよ。ライブの時 の、 あのやっぱり全然違いますね、スイッチの入り方っていうのか、本当にアーティストさんの、感じでしたもんね。よくまあ、あんだけアクティブにこうダンスしながら、かなりの声出してちゃんと音量声量が出てましたからね、その状況で歌ってるっていうのが、まあちょっとマニアックな話で言うと心拍数がかなり上がっちゃうと思うんですよね。だからどんぐらいまで上がるんですかね、まあ僕ベースで言うと多分170とか、マックス下手したら180とかまで上がっちゃうんじゃないですかね。歌ってる瞬間って息吸えない、呼吸できないので、それプラス動いてるっていうのがあるんで、それをこう定期的に断続的に繰り返してればそのうち苦しくなってきて、徐々に上がってくると思うので、ちょっと心拍数は結構きつい、運動としてはですねかなり過酷なものなんじゃないかなという気はしますね。だから本当に黙って立って歌ってる歌手っていうよりも素晴らしいと思いますね。この難しいですよね、難易度っていうのはかなり上がってると思いますね。ましてやね、その歌詞は、覚えなきゃいけないでしょ、でダンスもこうステップとか全部覚えなきゃいけないっていう、それを体で覚えてるっていうのがまあ素晴らしいなという感想です。僕二階堂がですね、そういう風に言ってました。はい、素晴らしいですね。はい、一応そういう僕もね、なんか映像を見せてもらったんですけどね、その映像を見た感想です、僕はね。はい、ということで、一応アンビシャスの、ライブでしたよということで、まあ一応この超望遠ズームを生かした写真が今、の感じなんですけどね。で、あとサブのカメラで撮ったこの 24mm から 70mm の標準レンズで、会場全体の雰囲気を表してるっていうことでですね、
でこれがねあのやっぱライブのスタジオってあのスポットライトすごく綺麗なんですよね。あのすごくねあのなんでインスタ映えするっていうんですかね、あの映える写真ばっかり撮れて、であの一番後ろから撮ってるのでお客さんがパラパラパラっとこうバーっとこう密集してるところの奥にいるんですよね、アンビシャスのメンバーで。そこにスポットライトが当たってるっていう雰囲気が、前景が撮れてるので、これはまあ二階堂の得意分野ですね。このなんか動き物じゃないけどなんかあの大したあの別にね動体撮影じゃないこの風景とかそういうのを撮るっていうのは、まあ二階堂らしいかなという感じはしますね。このスポットライトがですねちょうどカメラに当たった時とかそういったのもすごいなんかいい雰囲気の写真ですね。はい、まあ、全体的にこの会場のライブの雰囲気っていうのがこの標準ズームレンズで表すことができるというような感じなんですね。まあ、当日の雰囲気をですねこの写真を見るだけでも思い出すっていうことができるので、こうやってあの新曲ですね、新曲の愛に入れでしたっけ、これで皆さんタオル振り回してる瞬間、これをですね写真に、収めてすごく盛り上がってるような雰囲気にさらにスポットライトでこう雰囲気がさらに出てるというような形なので、いいですね。はいはいはい。でただねこのタオル振り回す映像が欲しかったなと思って僕、この映像が一切ないんですよ。ちょうどこの新曲のサビの部分の映像がなくてですね、まあ今度動画の YouTube にですね動画ライブのハイライト映像というかですね、写真撮りながら片手までこう動画をこう撮った映像をですね寄せ集めてハイライト動画っていうのを作ってあるんですけど、YouTube に上げてあるんですけど、それのですねまあ評価というか批評ですね、誹謗中傷したいなということで、そっちはそっちのまた次回ということで、お話ししたいなと思います。でそっちでね本当はこのタオルの回してる映像を欲しかったんですけど、なかったんで仕方なくですねライブに会場でお楽しみくださいっていうコメント書きして、やったんですけどね。で一応ライブですね、終わった後まあそのままパラパラっと多少なんかこうファンの皆さんと交流して終わりなのかなと思ったんですけど、実際めちゃくちゃファンの皆さんとこのアンビシャスで交流する時間めちゃくちゃありますんで、これはすごいなと、これびっくりしましたね僕は。そういう印象イメージというかそういうイメージがなかったんで、だから本当にねすぐ目の前でもう普通に会話ができるような時間があるので、まあ、こんな感じですよね。まあ、僕の一緒に行ったお知り合いの方とですね、こうやって楽しそうに話してるところをですね、はい、こんな感じで。で、くるみさんがですね、このピースしてくれたんですけど、まあ、多分ね、これ多分二階堂って分からずに、ピースしてくれてるんじゃないかなという感じですね。で、最後ですね、この時はレミカさんの誕生日、を祝ってですね皆さんでなんか集合写真撮ったりしてましたね。こういうなんかね本当になんかアットホームな雰囲気でしたね。まあ、ちょっとね僕というか二階堂は初めてだったんで、ちょっとねその辺の雰囲気に飲まれてというか、まあ、後ろで下がってこうずっと見物をしてたような、動物園でですね動物を見るような感じで、見てたそうなんですけどねはい、まあ回数重ねればねこの辺別にその抵抗なくいろいろね、楽しめるんじゃないかなと、このライブの後の時間もですねというのがありましたね。はい、ということで一応アンビシャスのライブ、初めて撮ってきましたよというような形で、ライブの撮影したらですね、こんな写真が撮れますよというような、まあライブ撮影の楽しいところがちょっと伝わったんじゃないかなと思いますね。はい、だからまあ僕もなんかね行きたくなってきましたねこれはね、写真を見てると。ちょっと僕もね2階堂と同様ですね、僕もちょっとライブっていうのは行ったことがないので、まあ一応行ってみたくはなりますよね。はい、ということで、25分経ちましたね。やっぱり作例紹介の時はもう長くなりますから、もう話がそれて
ちょっと話それたら 2,3 分、すぐ経っちゃうんで結構ね、だからダメですねなんでこんな喋っちゃうんですかね。なんだっけ、大学の卒業論文、あんなのなんかもう丸書きした文章をですね6分か7分ぐらいで読むだけでもうすっごい時間長かったんですけど、今6分7分ってこのね、ライブの作例紹介をしたりとか雰囲気をそうやって感想を話すってなったらもう6分7分じゃねもう話せないですよね。じゃあそれだけね、なんか喋るようになっちゃったというような形ですね。まあ一応ね YouTube 始めたのはですね、まあそういう目的もあってですね、もう台本なしでテーマだけ決めたらもうバラバラとずっと話して続けれますよというような、練習ですね。まあ練習も兼ねて、YouTube をやってるっていうのもまあ前々からね、前々から何回も、話してることではあるんですけど、一応そういう目的もありますよというような、ただせっかくやるんでこうやって写真僕撮ってるんで写真の楽しさとか、そういったのをですね、もしですね検索とかで、見に来られた方にですねお伝えできればということでですね、まあちょっと、変わった感じのYouTube なんですけどね。でもね、まあ照明さ、まあ会場の照明で戻るんですけど、一応この僕のこの照明の感じもですね約6万円から7万円ぐらいかかってますからねはい、見やすい照明だと思うんですけど、これがね天井、家の部屋の天井の照明だけだとですねすっごく顔が暗く映ったりしてですね、まあちょっとねやっぱりそれで見にくいなっていう YouTube になっちゃうんですよね。じゃあそういうのがあるんで、一応僕はお金をかけて、照明を準備してるというような形で、まあ照明の美しいところをもうお伝えできたんじゃないかなと思いますね。まあちょっとね YouTube やってる方はですねこういった照明の感じとか概要欄にね、どういう機材使ってるかっていうのを自宅配信用機材ですね、そういうのをリンク貼ってますんでね、全部 Amazon で買ってますから僕何でも Amazon で買うんで。ということで、ちょっとまた話それて、30分過ぎちゃうとですね録画止まってしまうので、ちょっと最近のカメラじゃないので30分制限のあるカメラですんで、その辺早く新しいカメラ買いたいなと思ってですね、もうしたら1時間でも何2時間でも話せるんで、それをですね、やりたいなと、カメラを買いたいなと思ってますが、なかなか予算が、つかずですね、我慢している次第であります。ということでですね、まあ、次回はですねまたアンビシャスのですねまだ残ってる、やつですね、この間 YouTube に出したですね、ライブ映像のハイライト、これについてちょっとここで見ながらですね、誹謗中傷したいと思います。二階堂の撮った映像ですね。ということで、長い間、最後まで見ていただいた方は、ありがとうございました。はい、ということでまた次回よろしくお願いします。